風邪をひきました。朝起きたら熱がありました。頭も痛かったです。薬を飲みましたが、なかなか熱が下がりませんでした。午後、家の近くの病院へ行きました。受付で保険証を出しました。しばらくすると、佐藤さん、中にお入りください。と、看護師が私の名前を呼びました。私は立ち上がって診察室へ入りました。医者が、今日はどうしましたか?と聞きました。私は、朝から熱があって、頭が痛いんです。と答えました。診察の後、受付でお金を払いました。それから薬をもらいました。薬は2種類あります。一つは風邪薬で、もう一つは熱を下げる薬です。家に帰って、少しソファーに横になりました。晩ご飯の後、薬を飲んで、すぐに寝ました。次の日、ようやく熱が下がりました。もう頭も痛くありませんでした。朝起きたら熱がありました。頭も痛かったです。薬を飲みましたが、なかなか熱が下がりませんでした。午後、家の近くの病院へ行きました。受付で保険証を出しました。
しばらくすると、佐藤さん、中にお入りください。と、看護師が私の名前を呼びました。私は立ち上がって診察室へ入りました。医者が、今日はどうしましたか？と聞きました。私は朝から熱があって頭が痛いんです。と答えました。診察のあと、受付でお金を払いました。それから薬をもらいました。薬は2種類あります。一つは風邪薬で、もう一つは熱を下げる薬です。家に帰って、少しソファーに横になりました。晩ご飯のあと、薬を飲んですぐに寝ました。次の日、ようやく熱が下がりました。もう頭も痛くありませんでした。朝、午後、
次の日。晩ご飯の後。診察の後。家の近く。一つは。もう一つは。二種類。頭。すぐに。ようやく。熱があります。熱が下がります。頭が痛いです。保険証を出します。中に入ります。名前を呼びます。お金を払います。薬を飲みます。病院。医者。看護師。受付。保険証。診察室。薬。風邪。